不安家のアメリカ開拓期は2015年から2020年に放送されたアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ。アジア系アメリカ人家族の生活を描いたシットコムで出演はランドオール・パーク、コンスタンス・など。制作はナーナチカカーンが務めた。アメリカでの放送局は ABC で2015年2月から6シーズンにわたって放送された。日本では フォックススポーツエンターテイメントから放送された。父類、母ジェシカ、子供のエディ、エメリー、エヴァン、そして類の母親ジェニーからなる台湾系アメリカ人の不安一家。1990年代後半、ステーキハウスをオープンするため、住み慣れたワシントン DC のチャイナタウンからフロリダ州オーランドに越してくる。アジア人が珍しいオーランドの街で、 前途多難な新生活が始まる。不安家のアメリカ開拓期のキャスト。ジョーダン・から、ランドオール・パーク、コンスタンス・ー、ハドソン・ヤン、イアン・チェン、ルシル・スーン。エディ・フアンの2013年の自伝、フレッシュ、オフ・ザ・ボートは発売と同時にテレビネットワークの注目を集め、8月に ABC と20世紀、フォックス・テレビジョンがパイロットエピソードを発注した。 同じく ABC のシットコムである23号室の小悪魔のクリエイター兼エグゼクティブプロデューサーとして知られる作家のナーナチカカーンがパイロット版の脚本とエグゼクティブプロデューサーとして採用され原作者のエディフ・フアン自身もエグゼクティブプロデューサーとして参加した2014年2月にはコンスタンス・ウート・ランドール・パークが主演を務めると発表されたその1ヶ月後には ハドソン・ヤンがエディフ・フアンを演じることが発表された。本作は1994年に1シーズンだけ放映されたオール・アメリカンガール以来となるアジア系アメリカ人家族が主演のシットコムとして2015年2月4日に全米ネットワークのゴールデンタイムで初回が放送された。本作は批評家から肯定的な評価を受けている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズでは、批評家支持率が94%となっている。また、メタクレティックには28件のレビューがあり、過重平均値は75、100となっている。ありがとうございます。